今年1年のまとめといいますか、まあ、何を配信したか、配信回数は何回かなど、皆様にですねご共有の方させていただこうかなと。50日休んでるんで、一般的なサラリーマンが何日間働いてんの？週5で働いたとしたい？月？20回ぐらい？月20回を12ヶ月250ぐらいしか働いてないの？サラリーマンってもっと働けや、働けよ。俺317日働いてんだぞ。317日で少ねえとか言ってんだぞ。おい、圧倒的にサラリーマンより働いてるタイ選手。さあさらに見ていきましょう。配信回数ランキング、スプラトゥーン、配信回数ランキングはなんとスプラトゥーン2が圧倒的、123回。なんと次にエイペックスレジェンズ70回、次がエスケープフロムタルコフ35回。これ今年の初めも確か今年の初めからやりだしたんですよ、タルコフって。そもそも意外と配信回数でいうとエイペックスが少ないという。はい、で次からは雑談と、雑談23回。まあ雑談結構月1月2ぐらいで定期的にやってるから、まあまあいい回数なんじゃないですか。そしてこのバイオハザードレジスタンスがまさかの5位ということで、はい、そんなにやってたの俺このゲーム、そんなやってたんか俺、そもそもそんなにやってたんや。で集まれ動物の森18回。まあ、これも言うて1ヶ月ぐらいの出来とことじゃないですか。あ、ストーリーものが今年ないですね、本当に言われてみれば。あ、来ましたよ、 eBay ボパワープロミートプロ野球2020、18回。まあこれは栄冠ないんですね、この18回は。はい、でここでようやくストーリーもの龍が如く7。龍が如く7って今年だっけ、何月だっけ龍が如く7。1月か、もうそんな前なんだ。今日面白かったね、フォールガイガイ。フォールガイジは14回。フォールガイジってなんか短命だったよね、なんか熱量一気にブワーってきてさ、でさーって冷めてったよね全員。も誰もやってないからこのゲーム、ツイッチ見てもめちゃくちゃ動説減ったし、一気に熱しやすく冷めやすいという典型的な一発ゲーでしたね。しかし神ゲーであることは変わりない。でその他、まあその他はあれですね、なんかいろいろやった時ですね、雑談に近いかも。はい、次バロラント。バロラント地味に9回やってるんですよ僕。ちなみにバロラントも一瞬でやめました、飽きました。バロラントやるぐらいのエーペックスでいいやって、はい、でもまあゲーム性的には正直エーペックスより俺はバロラントの方が好きです。まあでもエイペックスの方が視聴者にとっても分かりやすいし、カジュアルだからやりやすい。はい、で次天水の桜姫、これ神ゲーでしたね完全に。てか8回なんだ、放送8回なんだね、これマジで神だったな、これ記憶に新しい。アマガス8回、
まあ、雨傘定期的にやろうかな、また。俺 DC とやりてんだよ。MKR とかと。MKR 繁盛と、両方と、DC と。年明けやるんで、よろしくお願いします。いや、雪山はやらないです。つまんないんで。雪山、アマンガスと、ディシートの劣化だから、あれ。ガチで。はい。次、ヒットマン。ヒットマンもハマったな、無駄に。無駄にハマ、これなんでやったんだっけ、ね、いきなりなんでやりだしたんだろう、これ。このヒットマンは。いきなりやりだしたよな、これ。神ゲー。え、なんかこれ、年明けに確か、新作出るんですよね。あー、ヒットマンセールあったのか。え、もう DLC とか1、2のクリア全部やって、 DLC までクリアしてますからね、俺。次がコールオブデューティー。あー、ワーゾーンね。これも熱しやすく冷めやすいパターンだったね、なんかオープレ。まあ、ちなみに海外で言うと未だに、まあ、Apex とかよりはるかに人集めてるんだけど、ワーゾーンって、Call of Duty。なんか日本人はあんまり受けなかったのかな、このゲーム。はい。ポーリーブリッチング。6回。あ、出た。不思議のダンジョンあったね。これ、あったな。あ、やったで、そういえば。あんまり面白くなかったな、今考えると。あんまり面白くなかったわ。なんか記憶になかったもん。はい。テラリア。あ、テラリアちょっとやってたね。はい。ザ・ラスト・オブ・アス。まあ、巷ではギムアスと言われてるんですけど、ギムアス2。やりました。まあ、ギムアス2普通に面白かったけどね。まあまあ。まあ、神とは言わないけど、良作って感じ。ポリコレ、ラストオブアスね。で、ゴースト・オブ・ツシマとかいうゲームはよくわかんない。こんなゲームやったっけ ?4 回しかやってねえや。こんなゲーム やりましたっけ、僕。ちょっと覚えてないっすね。インスタ侍。で、地味になんかデッドバイデイライト4回やってんだけど、これ何、いつやったのこれ。全然記憶にねえわ。今年4回やってる。多分年始でしょうね。いや、コラボじゃないと思う。コラボは入ってんのかな、わかんないけど、俺のタイチャンネル調べだから多分。はい。桃鉄3回。桃鉄ももうみんなやってないね。はい。コラボ明けにもう一回自枠でやってる。ああ、なるほどね。世界の遊び大全。まあ、ここら辺は一発ゲーだね。はい。あと、モンスターファーム。マインクラフティング。バイオレ RE3。 マリオギャラクシー。ああ、ここら辺は、あ、サイバーパンクね。スーパーマリオブロス。何これ。あ、これサンシャインとかのやつかな、多分。違うかな。つまらないイズストレンジ2。アーク。アーク3回やってんだけど、これ年明けだな、多分。一時期、桃地と鳥羽が頭おかしいぐらいやってましたからね、このゲーム。実況パワフルプロ野球2018-2019。ピクミン3。お、ピクミン3、そういえばクリアしたわ。忘れてた。あ、マリオ35って生き残るやつか。はい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 。パネルデポン2回。マリオサンシャイン。
マリオギャラクシー、サティスファクトリーこのサティスファクトリーの2回がまさにって感じじゃない？2日で飽きたからなでもこの2日で多分20時間ぐらいやってるから、ファイナルファンタジー7リメイク、まあ、これ飽きたね途中で。うん、ティファがエッチだっただけだわ。コールオブデューティーブラックオプスコールド、あ、初音ミクね。初音ミクってなんかミクちゃんの日にやんなかったっけ？違ったっけ？違うかも。レッドデッドリデンプション、ポケモン創始、マリオ64、カニの喧嘩、ウォッチドックスレギオン、アンレイルド、プロジェクトウィンター、ポゴスティック、パブジー、ファスモフォビア、ハナコ、グッジョブ、ボックスマン。って何？ああ、やったな、こんなの。あれ、ポゴスティック27時間やったのって今年でしたっけ？違うよね。そうやったっけ？はい、こんな感じになってます。じゃあ次見てみる？配信時間ランキングついにスプラトゥーンが、配信時間はちなみに 1814.5 時間ですね。1日あたり 5.7 時間1814時間ってことは少ない、もしかして。少ない。サラリーマンより少ない。サラリーマンって月何時間ぐらい働く？150ぐらいですか？いや、サラリーマンより多いけど、普通に圧倒的に。サラリーマン働けや、おい。じゃあまず1位、なんとエイペックスレジェンド367時間、スプラトゥーンが123回で、エイペックスが70回にもかかわらず、なんとエイペックスの方が配信時間が多いという、1回の配信時間の長さを物語っている。次、配信時間スプラトゥーン2 340、あ、でも結構僅差だな。スプラ2やってんな俺。まあ、スプラ2はもっと言うと裏でやってる時間もかなり長いんで、エイペックスはもう表でしかやってないんで、だから裏でやってる時間を鑑みるとスプラトゥーン2の方が圧倒的に多いと。はい。でタルコフ179時間、すごいね。35回しかやってないのに179時間やってる。でもそれで言うとエイペックスもすごいな。バイオハザードレジスタンスも地味にすごい、地味にすごいぞこれ。91時間。パワープロ、あ、パワープロもね、栄冠ナイン長いことやってたんで時間的には長いですね。龍が如く、これもストーリーもの、まあ、大体クリア時間52時間だね。バロラント49時間大盛り48時間、雑談45時間、コールオブデューティーワールゾワーゾーン、うん、アークとかもやっぱ1回の時間長いね。ポゴスティックすごすぎだろこれ。これ配信回数1回だからね。配信回数1回で27時間完走してる男。よく27時間やったな。
別になんかその27時間やるために用意してたとかではなくてさ、普通にただ夜やりだしてさ、27時間やってんのは。はい、しかもクリアできたんで。27時間テレビですよ。まあでも大体ポコゲーム前だったら20時間30時間ぐらいでクリアできそうな難易度だね。やっぱサティスファクトリーも多いですね。サティスファクトリーもちなみにこれ2回です、放送時間。じゃあ放送回数2回で21時間。逆に全然時間的に短いのはカニの喧嘩 カニの喧嘩最下位だけど、配信時間でも熱量はすごいからね、マジで。短く強くって感じだったよね、カニの喧嘩。納得の最下位。こんな感じですね。はい、視聴数1922万らしいです。今タイチャンネルのですね、お、ちょっと待って、みんな見て、9200万再生回数、あとちょっとで1億いくわ、再生数。なんとこのオプレで おい、オプレで1億再生いったらもうなんかくれよ、金の、なんか本当に金であしらわれた、なんかくれ。おい、こんだけ再生回数、そもそもこんな9000万いってるやつ他におる？ねえ、絶対いないって。これ俺相当すごいと思うよ、これ。これ1億いったらマジでもうなんか、金50キロぐらいくれよ、オプレは。1時間あたりの視聴数ランキング。算出方法が配信時間に左右されないように、視聴数割る配信時間の数値。ああ、なるほど、なるほど。単純にあれだ、合計同接数で見てるんだ。あ、じゃあ合計接続数で見てるんだ。なるほど。そうなると、1位はなんと、アマンガス。結構圧倒的。2万4000再生、1時間あたり。もう結構見てるね。2万4000っていうと、まあ多分これいろんなリスナー層が変わる変わる見てるから、こんな感じになってるね。あと多分ここの視聴数ってアーカイブの数値も上がるんで、このサイト。まあどのサイトもそうなんですけど。だからまあアーカイブで見るのも多いかもしれない。はい。で、アンレイルド。まあこれは軍団でやったから多いだけどね。これも結局アーカイブで見る人が多そう。で、世界の遊び大全。まあ、これも結構一発芸っていうか、その時熱量が多かったので。プロジェクトウィンターも多いんだ。へえ。まあ、これも人多いからね。ファスモフォビアで、おい、ファスモフォビアここにいるんだけど、やらねえぞ、もう。もうやらねえぞ。いや、ちなみにね、これここにいるの結構すごいですよ。なんでかっていうと、アンレイルドとかそうだけど、結構今年の初めにやったじゃん、わりかし。結構前じゃん。だから結構前だから、結構前であるほどアーカイブ見られる回数っていうのは増えるはずだから、遊び大全とかもそうだけど。パソモフォビアは結構最近じゃん。にしてもここの位置にいると。このトップ5は結構強いね。2万回超えてる。で、次ちょっと下がって、なんと、配信回数がめちゃくちゃ多い。スプラトゥーン2。
が見てる人は非常に多いと。やっぱスプラ2って人を集めるコンテンツなんだよな、未だに。遅れだと未だに俺やってもだってね、結構人来るでしょ、スプラ2。俺のだって計測してないスプラ2見に来る人たくさんいるんだよ。はい。で次、雑談。雑談多いんですね、視聴数でいくと。まあ雑談はまあ年20回ぐらいかな。実況パワフルプロ野球、まあこれはあれですね、栄冠ナインが面白いんで。はいはいはい。カニの喧嘩もありますよ。あ、でもここら辺最近だな。逆に人気ないの何なの？おい、タルコフねえぞ。なあ、おい、タルコフどこだよ？おい。おい、タルコフねえぞ、おい。あ、でもエイペックスレジェンズもさすがに、時間が多いから、時間が長いから、さすがに下だね。あと、やっぱり FPS ってね、人選ぶね。エイペックスといえども。やっぱり選ぶ。見ない人、なんか、エイペックス全く見ない視聴者っていると思う。だから、エイペックス全く見ない視聴者もいるけど、エイペックスしか見ない視聴者もいるわけで、だからそこら辺でうまく視聴者が変わってるみたいな。だ単純な数値で見たら良くないんだよ、配信って。ガチで。単純な数値で見ちゃダメなんだよね。だから結局、エイペックス人多いから、エイペックスずっとやってようってなると、エイペックス見ない民が俺の配信見なくなるから、やっぱそこら辺のバランスって大事なんだよね。だから同じ人数でも見てる層って違うから。はい。あれ、タルコフは、タルコフいたわ。え、タルコフ、タルコフ下から5番目じゃねえか。おい、なんでだよこれ。俺が今、最も熱いと思ってるゲームなのに、なんも人気ねえ、配信の。不人気じゃん、普通に。普通に不人気なんだが。嘘だろう。神ゲーなんでみんなやりましょう。はい、こんな感じですね。ちょっと配信タイトル別で見ようぜ。配信時間ランキング。圧倒的にクリアまで寝ないポゴが多いですね。27時間。これ、これ、正気じゃない。いや、これ、でも、これは結局クリアまで寝ないポゴって書いてるから、まだ正気じゃん。27時間程度。ぶっちゃけね、なんか、よく長時間放送ですげえって言われるじゃないですか。20時間とかやって、まあ、YouTuber とかさ、全然すごくないから。あの20時間ぐらい余裕でできる、俺から言わせると。全然すごくないんだよこれ。27時間、これクリアしたのがすごいんだよ。27時間ぴったりで、オプレの仕様上27時間で枠自動的に閉じられるんですよ。だからそのちょうどでクリアしたんですよこれ。そこがすごいんですよ。やってる時間は別にみんなできますよ。はい。いや、こっちの方が正気じゃないからね。これ別にさ、だって、クリアまで寝ないとか書いてないのにさ、20時間やってんだよ、俺。こっち、しかもこれ不人気で。このエスケープフロムタルク、最も不人気だからか。これ。リスナーに不人気のゲーム20時間やってる。バロランと18時間もやってたんだ俺。もう覚えてないもん、もはや。覚えてねえのにこんなにやってる。何か、バイオハザードレジスタンス15時間やってんだけど。何これ。やっぱタルコフ多いな。あ、バロランとか、まあここら辺ね、俺が好きなゲームなんだよ、本当に。
見たらわかると思うけど、好きなゲームなんだよね、ほんと。好きなゲームはやっぱ長いね。昔からやってる感じのゲームだからね。ほら、このコールオブデューティーとかさ。10時間超えが10、15個か。なるほど。2017年が一番視聴数多いんだけど、水橋？もしかして、これ。パブジー？パブジー300時間もやってる！当たり年か？当たり年だ、マジで。ディシートもやってたからな。スプラが栄えてたからな。2017年。2018年、おととし。あ、おととしが526回やってんだ。出た、チョキチョキスネーパー。圧倒的なんだけど。あ、こうやってみると、やっぱり今年って外れだね。こうやってさ、視聴数ランキング見るとさ、いわゆる超当たりゲーやってるじゃん。このドキドキクラブとかさ。あ、美声児。やばい。年々これ配信回数減ってるけど。おい。年々配信回数と配信時間減ってないこれ。配信時間やばいわ、今年。え？最多じゃない俺。こんなパワプロで苦しんでたのに。最多じゃん、普通に。やばい、バグった。こう見るとめちゃくちゃ安定してないこれ。2017年が多いぐらいだな。シャドバとかやってるで、これ。アホがシャドバとかやってるで。安定おじさんだな、こう見ると。配信時間見ても、視聴数見ても、大きく伸びもせず、大きく下がりもせず、安定おじさんやな。はい、そんな感じです。じゃあ2020年ゲームオブジイヤー第3位。龍が如くセブンということで第3位。これは面白かったからな。龍如くセブン。龍が如く面白かったよな、マジで。龍が如くセブンは、なんか、まず前評判クソすぎたんだよね。まず前評判が、まず突然の RPG になったので、クソすぎたと見せかけて、実はすげえ完成度が高かったという神ゲーでしたね。そうだね、見返したい配信ランキングトップ3に入ってそう。です。はい、じゃあ第2位。第2位何にしよう、みんな。やばい。第2位何にしようと思ってたか忘れちゃった、ちょっと今。第2位これだって思ってたのに忘れちゃった。あ、第2位は思い出した。あくまでも今年俺がやったゲームね。
だから別にその新作とかじゃなくても今年俺が初見でやったゲームはノミネートいけます。はい、続きまして第2位、違う、デン、ヒットマン、まあ2ですね、まあ、1と2あれ合作だったんで、ヒットマン1と2です。ヒットマンはマジで裏でやってるレベルでハマってたんで神ゲーでした、ガチで。いやヒットマン俺あんなハマると思わなかった正直。なんか完全にさ一発ゲーだと思ったやん。あーこれ一発ゲーねみたいな、終わるんやろうなみたいな。そしたら、ね、意外や意外、俺がクソハマったっていう。しかもクソハマったしなんか上手かったんだよな結構。それが第2位でした。はい。じゃ第1位。もう第1位はね、俺決めてるんですよ、もう。もうね、これはね、本当に俺面白かったゲームなんですけど。はい。第1位。ベント。天水の桜姫。これはね、今年のゲームを、今年のゲームを語るのであれば外せないね、この作品は。さくな姫は。マジで。いや、これ本当に面白かった。いや、なんか正直これも、俺、前評判的にはさ、なんかさ、農林水産省がうんたらみたいな感じで、なんかバズってたやん、ツイッターで。でも俺は、所詮そのバズるだけのゲームだと思ったら、やってみたら完成度の高さにびっくりしたね。本当に面白かった、これ。めちゃ面白かった。アクションが面白かったね。マジで。その、米作るのがメインじゃないんだよ。さくな姫って。アクションも割とメインなんだよね。だから非常に面白かったですね。はい。まあもう堂々の1位を。差し上げましょう。まあトップ3に入らなかった、惜しくも入らなかったのは、まあ、ラスアスとかかな。まあアマンガスとかもあれやけど、まあアマンガスはちょっとマルチゲーなんでまた置いといて、まあゴースト・オブ・ツシマは俺がクリアしてないんでノミネートしてません。はい。バイオレジスタンス、バイオレジスタンスはクソゲーなんでノミネートしてません。じゃあ来年の目標の配信時間は1900時間ということで、配信回数500回、配信時間1900時間ということでよろしくお願いします。 できれば視聴数も2000万回再生ということで、いやまあこれは新作のゲームとかによっても変動するからあれなんですけど、単純に来年は1億再生したい。今の。1億再生到達したい。あと800万再生なんで。多分来年中にはいけると思います。はい。そんな感じで。